この指の応援する、まあ、頂点あるじゃないですか。それと親指を一緒にこうやって平行になるような。はい、皆さんこんにちは。ギタリストのサトシです。今日もよろしくお願いします。本日は毎日5分練習するだけで運指の自由さが圧倒的にアップする魔法のような基礎練を紹介させていただこうかと思っております。そんなことってあると思いますか？あるんですよ。しかし、ちゃんと丁寧にやらないとうまくはなりません。ですので、やり方を紹介した後に、いつの間にか皆さんが陥ってしまう悪いやり方も紹介させていただきますので、ぜひそのようにならぬよう練習してください。そうすれば毎日5分だけでも圧倒的に運指が自由になります。このチャンネルではギターの超初心者、初心者、そして中級者の方々に寄り添ったレッスン内容を配信しております。最後までよろしくお願いします。まず使うポジションなんですけども、こちらですね。よくクロマチック運指練習であるようなポジション全部という感じになりますね。まあ、5フレットから8フレット。もしね、使ってるギターがこのストラットみたいにロングスケールで、しかもなおかつ手が小さい方で、この辺はちょっと厳しいなって思う方々は全然全体的にこうやってずらしていただいて、まあ、7フレットから。10フレットとかでもいいですし、10から13とかでも大丈夫でございます。その辺はご自由に調整なさってください。そしてこちらなんですけど、フレット番号以外にも数字ありますね。これは指の番号として捉えていただきたいと思います。1が人差し指、2が中指、3が薬指で、4が小指ですね。まあ、こんな感じですね。で、今回やるのはクロマチック運指練習の逆バージョンをイメージしてください。若干似ています。普通のクロマチック運指練習は、で、逆バージョンなんで、こっちからですね、小指から。なんですけども、この通りにはやりません。まずは小指から、1弦の8フレットからですね、小指から。そしたら今度はスタートが薬指なんですね。そして、2弦の8フレットで止まる。まあ、4音ずつ下がっていく。指もどんどん下がっていくって感じですね。この1音、2音、3音、4音。4つ弾きましたね、全部で。そしたら、次にこの薬指からスタートして、1音、2音、3音、4音。で、ちょっと皆さんね、想像ついていると思うんですが、次は中指から始めて、1音、2音、3音、4音。そして、人差し指から始めて、1音、2音、3音、4音。そうすると今度は小指からですね、2弦の8フレットからという感じになります。このようにしてどんどん6弦まで下がっていくというやり方ではございます。まずですね、初めてこのような動きをやるときって結構難しいと思いますね。左手がなかなか言うこと聞かない感じになりますので、必ずゆっくりやってください。出された譜面のリズム通りにやる必要全くないので、全然四分音符リズムで、しかもテンポ微妙ね、60とか70とかそんなもんでいいんですよ。で、全部ね、ダウンピッキングにね、こんな感じで、こんなもんでいいんです。ではこの運指練習、かなりね、僕も一時期めちゃめちゃやってて、めちゃめちゃ上達したんですけど、この運指練習やっても上達しない人の悪い例です。で、大抵の皆さんが最初はそうでもないんですけども、いつの間にかなってしまって、そしていつの間にかなってるんで気づかないで続けるっていう方が非常に多いので、定期的にチェックしながら練習していただければと思います。で、悪いやり方を、全部で3つほど紹介した後に、最後にその悪いやり方にならない方法もお伝えさせていただきます。では悪いやり方1。これですね、圧倒的に早く弾くことですね。やはり上達しない人のほとんどはいきなり早く弾いてしまうことですね。これは僕の動画でいつも言っていることではございますが、それほど重要な項目なんです。中には、見ている方々の中には早く弾いてないんですという方もいると思うんですけども、結構ですね、僕からしてみれば、それまだ早いんですっていうパターンが結構あるんですよ。僕が、早く弾いてしまってる。でも本人たちはゆっくり弾いてる。っていうぐらいのテンポってこれくらいなんですよ。もうこれ早いですね。で、そのうち多分6弦に行くまでに、
多分こういう風になってしまうんですよ。でこのつまずくの本当に良くないので、最初めちゃめちゃゆっくりでいいんですね。メトロノームも全然使わなくてもいいんですよ。これくらいゆっくりやっていただいて、そして音がですね伸びるように、次の音が鳴るまでギリギリまで伸ばすように。こんなもんで大丈夫なんです。そしていつもにかなってしまう悪い例に、強く弾きすぎですね、こちらもいつも言っていることでございます。僕の動画でいつも言っております。これもですね、最初皆さんはで結構ね軽く弾いてはねいてくれてるんですけども、1音ぐらいねミスった後にこんな感じですね、弾けないからといって無理やり弾こうとしてしまう方々多いですね。そういう時はですね、一回左手も右手もギターから離してブラブラさせましょう。そして、リラックスしてから取り組みましょう。次に悪い例の、3つというか、まあ、いつの間にか悪くなってしまう例としての3つですね。これ親指ですね。この基礎練習1弦から始めて6弦に行くんですけども、やっぱりですね、ちょっとうまくフィンガリングできない大弦ミスが多いという方々は、結構ね、その親指の位置を固定されて弾く方が非常に多いですね。まあ、この辺から始めて、僕1弦だと大体この辺にいつも親指置いてるんですけども、ここにね、固定してしまってる人とかね、ちょっとこれで弾いてみます。あ、もう僕、こっからきついですね。そうですね、今ちょっと全然抑えられませんでした。音的にはね下がってはいるんですけど、視覚的には上がっていますよね。1弦から6弦方向に。なのでこの指の応弦する、まあ、頂点あるじゃないですか。それと親指を一緒にこうやって平行になるような同じラインで、そう、親指だけここに置いて、この応弦する頂点だけこうやって上げていくではなくてですね、こことここにまるで何か結ばれているようなイメージで、このようにやっていくのが、まあ、負担がなくていいんじゃないでしょうかね。ちょっと今度親指に注目してください。そのやり方でやってみます。徐々にこういう風にいきましたね。でこれがうまくできない方が結構ね、そのネックを押し付けてるようにフィンガリングされてる方でいらっしゃいますね。で親指って押し付けないんですよ。支えてるだけです。基本はこのもう別にやらなくていいんじゃないかなってぐらいの勢いで親指を添えるだけなんですね。このがっしり押し付けないんですよ。初心者の方々結構押し付けるじゃないですか、その音をちゃんと鳴らそうとして。これやめましょう。これもねやっぱ腱鞘炎の原因にはなります。あとこれも初心者の方々にめちゃめちゃ多いんですけど、親指ですね、先ほどこの動かし方、一つの高さとして一つのポジションに固定するんじゃないんですよ、これ自由に動かしてしまった方が楽ですよっていうお話を先ほどさせていただきました。このね親指の角度なんですけども、手ブラブラさせるじゃないですか。で自然な状態になりますよね。すごいナチュラルな、この状態がまあ一番いいんですけども、なぜかそのわざわざ負担がかかるようなこんな押さえ方する方っているじゃないですか。親指の側面こっちで押せる方、こっちじゃなくて結構いますよね。これもね腱鞘炎の原因になって、結構これね本格的にやばいんですよ。これは早急にやめていただきたいです。結構います、こういう人たちって。今すぐ自分の確認していただきたいです。最初はこういう風にやっててもなんかだんだんその疲れてきてこういう風になってしまいますの で疲れたら別に休んでていいんですよ。無理に続ける必要ないので、ね、手も痛くなっちゃうし、じゃあ疲れたら一回休んでブラブラさせて、そこからまた練習を再開すればいいだけなんで、別に無理にそんな継続的にやらなくて大丈夫ですよ。長い時間続けてね、例えば練習するやり方ももちろんありますし、僕もやってるんですけども、それね時期にできるようになるので、今すぐ焦ってやる必要は全然ないです。では最後にそれぞれ3つをですね一気に解消する、やり方ですね、まあ、ぜひこのやり方をやってほしいなと思うんですけども、これ簡単に言うとですね、覚えてしまうことですね。
まあ、譜面を見ながらやらないでくださいっていうことなんですね。まあ、他の練習でもそうです。で、こちらの動画のですね、この譜面をですね、スクショするのはもう全然ご自由にしていただいていいんですけども、スクショしたものをね、見て覚えてしまいましょう。やっぱりスマホでこうやって見ながらやってしまうと、見るのに必死、譜面を追うのに必死で、自分のミスに気づかないまま練習してしまうんですね。で、そして、ミスは、通常として捉えてしまう、まあ、脳のね、作り方になってしまって、一向に上達しなくなるということですね。これはかなり危険ですね。で、これを抜け出すのは結構時間かかります。それだけは避けていただきたいかなと思います。覚え方としては、まあ、最初の方に説明させていただいたものと、全く同じやり方なんですけども、小指から始まって、4音弾く。4音弾きますね。そしたら、スタートの指をだんだんこっちに出していくんですね。最初のスタートは小指。で、4音弾いたら次はこっち。なので、1回、2回、1音、2音、3音。で、1音足んないから弦を変えて、小指で4音目。で、今ここスタート弾きましたよね。ということで、次はここにスタートして、1音目、2音目。で、2弦で小指が3音目。薬指が4音目。で、ここスタートが終わったので、人差し指。スタートで始めて1音目。で、2弦の小指は2音目。薬指3音目。中指4音目。で、ここまで行って終わったので、また順番をこっちにする。そしたら同じ作業の繰り返しですね。ぜひぜひゆっくりなじませて練習してください。ではですね、他の練習にも言えることなんですけど、ちょっと練習ずっとやってて疲れてきたと思ったら別に休んでいいんですよ。ブラブラさせてリラックスさせて、で、そこからね、練習し始めた方が、まあ、効率はいいんじゃないかなと僕は思っていますので、まあ、怪我をしないように練習してください。はい、ということで今日もありがとうございました。お疲れ様でした。またすぐにレッスン動画アップさせていただきます。ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。